これメッシかロナウドじゃん。さあウィーラープレーやっていきます。 A だなぁ次回 This Do it ディスおい、なんで他のゲーム入れてくんだよ。はい、ということで、はい、もう10連先に引いちゃってるって前回お話ししたじゃないですか。え？なんでここだけ聞こえないかな。その結果だけちょっと見てもらってもいいですか。はい、じゃあ VTR どうぞ。その問題となっている紙引き映像がこちら。ということで俺らは今映像が何も見てない状態なんですけどね。はい、そうですね。はい、まあノリでリアクションの方していきます。今多分引いたか。もういや多分もう引いてますね。引いて今回ってる。あ、だけどどうかな、多分、うん、最初の選手を確認とかしてるかもしれないんでまだ引いてないかもしれないですね。選手の確認、はい、どれが引けるかっていうね。あー、そういうことっすね。いや多分もう多分始まったと思う。引いた今多分ここクルダンはくるくる回ってる状態ですね。でビビッガーって感じ。今来た。今来ました。わあ、今ここレッサルス能力値見ていきましょうか。はい、身長182センチ。はい、いや前はどこでもできますね。とにかくすごいのはもうレベル1の時点でオフェンスセンス90、うん、で決定力90。あ、これ育ってない状態でか。これまだ全く育ってない。やばいな。でコンディション安定度7 ね、 いいね。でその他の能力ももうレベル1なのに相当高いですね。めちゃくちゃ高いねこれ。でスキルもこんな感じでかなり豊富にございます、はい、俺今までフォワードが全然いなかったからさ、うん、今回のこの年末年始のガチャで相当強化されたなと思います。雷も一気に年末年始で3人ゲットしてて、はい、そうですね、やばいな。そう考えると今まで雷一回も来てなかったのに。ここ雷のトリオですよね。そうです、雷トリオですね。はい、ということで、はい、今回は黒確定と、まあ、あとシルバー確定のガチャのやつもあるんでこれも回していきたいと思います。まあシルバー確定でも黒玉出る可能性もなくはないからね、はい、まずじゃあこっちの2つ引いちゃいましょうか。そうだね、いきましょう。じゃあまずはシルバー確定から、はい、いきます。いやこれでビリとか来たらやばいよな。いやどんな確率だよって話だよ。これできたらこっちメインでしょ内容が。いや、これが来たら神引きだよな。いけ。まあそんなことはねえよな。まあそりゃそうだ。まあそうだ、そりゃそうですよね。ワフビ・ハズリ選手。はい、続いて黒玉確定ね。はい、いや、お年玉ありがとうございます。いや、本当だよこれ、お年玉だな。いや頼むぜ、もうここで来てくれてもいいよ。うん、5分の1だよな。そうだよ、85分の1。俺はコンパニが出ましたよ。いやー雷、うん、うわー、まあね、いや、いや、ケイン持ってない選手欲しいな。いや、ケイン、イコールディここに来てのかぶり。ここに来てのいかがですか。まあね、ちょっと崩れるんでこれまた上下アップしていこうと思います、うん、はい、ベンチにやられた方が最近ちょっと入れ替えがあったんでね、能力こんな感じですね、はい、いや、イカルディも強いですけど、まあ、新しく来た選手に比べちゃうとっていうところですかね、うん、はい、スキルこんな感じですね。本番はこっからだよ。はい、で、今回は雷選手、はい、もうメッシか、うん、ネイマールか、うん、ロナウド、どれが来るまでね、引いていきたいと思います。やっぱこの3人、あ、そうか、イブラ、うん、スアレスはゲットしたんでね。あ、そうだね、イブラか、イブラまでが雷、うん、おそらく。そしたらアダールは雷になんないんじゃないかな。ねえ、多分なんないよね、うん、よし、引いていきましょう。行きましょう。あ、俺大丈夫か、これ10連の方やってるよな。かける10ね、こっちね、こっちじゃないと出ないからね。ちゃんと黒玉のマークついてるからね。オッケーオッケー、よーし、雷、さあ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 、今年初ガチャ動画、まあまあ一回引いちゃったわけやな。もういやっす、うん、くっそ大丈夫大丈夫、ケインが来れば OK じゃないの。ケインね、そう、注目選手ね。今のイベントスルヨラボス、おー、よかった。あ、スルヨラボス、俺持ってないんすよ。いやいいじゃん。あ、これはよかった。あ、え、あ、来た、カルバハル来てんじゃん。カルバハル持ってなかったんですよ、そういえば。あれ、アウベス持ってあ、持ってない。あ、じゃあ、うわー、これ結構嬉しいわ。
これがもうスタメンですね。ですね。ラモス、カルバハル。ラモス、カルバハル。で、フロニアン当番。フロニアン当番。まさかこうかぶり。マジか。こんな感じ。あ、ファンペルシーだ。いや、すげえ。え、今銀になっちゃった。あ、そうそう、銀になってるわ。うわー、そうか。わ、首外れ選手もかぶってますね。ハズリも双子で登場ですね。結構かぶってるな。セルヒオ・ラモス。はい。身長183センチ。いやー、いいね。ヘディング高っけーな。セルヒオ・ラモス190ぐらいありそうな顔してるけどな。確かにデカいイメージある。ね、なんかデカそう。すげえデカそうに見えるんだよね。で、能力こんな感じですね。やったら右サイドね。うん。そう。俺結構今4バックで右はセンターバック登録とかでやってるんですけど、そうだよね。いや、カルバハルいると使えるような能力こんな感じ、うん、いや、はい、高いっすね。スピードとかがいいんで、うん、使いやすいかなと。ピンポイントクロスとかもあるから。あ、ありますね。いいね。いやー、オッケー。いや、お前着々とレアルが揃ってきてるな。確かに。いや、もうロナウド引きたいな、ここ。いや、引きてーよ。行こう。さあ、雷来るでしょ、この流れは。いきますよ。いや、これ来たらすごいよ。うおぉ、来た。これメッシかロナウドじゃん。ネイマール来る。ありがとうございます。やったね。カルバハルさんが見切れておる。いや、とつれる。早速とつるんかい。早速とつれるぞ。すげー。おぉ、来たね。俺、空いてるネイマールが一番嫌いなんですよ。二、うん、人とも雷引いたってことで。雷引きっすね。やばくないこれ。やばい。ありがとうございます。なんかすごいぞ、俺。いけるぞ、今年。いけるな。だなーだなーにも今勢いついてたわ。あ、そっちはなんか歯切れが悪いな。ってことで、またカルバハラさんが。いかつ。で、おっ、アセンシオ。いや、俺持ってるの多分2017年度版なんで。ちょっとこっちにね、入れ込みたいと思います。いや、MD ホワイト揃えてきましたね。で、以上ですね、こんな感じです。あ、ファンペルシー。また、あ、トラオレ。トラオレ。で、あ、あっちのトラオレか。あっちのトラオレですね。能力、能力やばいっしょ。やべえな。レベル1でこれかよ。何も育てない状態。やばい。うわ、やばい、スピード速っ。これはやばいな。能力エグいな。ちょっとアテンション見ましょうか。うん、アンドレ・シルバーでも結構足速いよ、ね、アンドレ・シルバー、シルバーの。お、ちょっと見てみますか。うん、なのでこんな感じですね。いやー、選手も強いな。やっぱゴールドで使える選手っていうのもね、うん、しっかり残しておきたいと思いますんで。こいつですね。あ、アンドレ・シルバー選手ですね。これレベル60なんですよ、22歳なんだけど。あ、あれできた感じ、交換で。そう、22歳で。シルバーで育てると強くなる。これ確かにもうこの時点で70強いでしょ。結構強いね、ボディバランスもあるし、うん、まあこれちょっと若手で結構注目されてるから、注目株、うん、ちょっと一応ね、見栄えだけここに変えておきましょうか。見栄えだけな。これやばくないですか、前線雷。確かにそうじゃん。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。雷、いや、助かりました。いや、今年も、はい、バンバン引いて、そうですね、いきましょう、いきましょう。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。お会いいたしましょう。ラモス。